はい、よいたるニュースチャンネルです。今回はですね、以前紹介しました愛知県にあります集落園大仏、これですね、聚楽園じゃないです、集落園大仏に関する続報がありましたので、関連サイトを合わせて紹介したいと思います。はい、まず記事はこちらですね、中日新聞から、集落園大仏、最高の技、コンクリ強度昭和初期では驚異的とありますね。はい、では記事を見ていきます。かつて東洋一の大きさともされた愛知県東海市の集落園大仏、高さが 18.79m、まあ、19メートルぐらいだそうですが、コンクリートの強度が当時の一般的な建造物の3から4倍で作られていたことが分かった。専門家によると現在の一般的な建物と比べても約2倍の強度があり、昭和初期の建造物としては驚異的という。建立から90年以上が経ち、東海市が初めて行っている文化財調査で事業で判明した。集落園大仏は1927年、昭和2年に昭和天皇の成功を記念して、森口漬けの考案者として知られ、名古屋の拠点に複数の料理旅館を経営した実業家の山口才吉氏によって作られた。東海市は文化的価値やコンクリートの劣化状況などを探るため、2018年度から内部や構造と調査している。全国の文化財などを調べ、東海市から調査を委託された日本新岩設計の長谷川哲也社長は、側面に小さな穴を開けるなどして一部を取り出し、コンクリートの強度を調べた。すると現在の一般的な建物の約2倍の強度があり、現行基準でも最高レベルが求められる高層ビルと同等だった。衣など点々点というのは残念ながら改善を期待するのはここでしませんが、そういうことなんです。まあ、これですね、これが集落園大仏。大きさに関してはですね、ちょっと分かりづらいかな。この、なんていうか、建物、大仏だけでも19メートルなんですが、この台座と比べて20メートル、22、3メートルもあるんだと思います。はい。以前ですね、こちらの記事を紹介しました。中日新聞のこの、5月19日にこういう記事が出ています。集落園大仏初の確実調査で価値探る東海市コンクリートの強さなんですね。はい、これが主に。このクレーンを見れば大体大きさがかなり分かる。これが人間ですから、相当大きいなっていうのは分かるかと思いますね。はい、これですね。でまあ、この時にですね、2018年度から、今回の記事でもありましたけれども、2018年から本格的な学術調査を進めてますよということで、これですね、日本新岩設計の長谷川さんに関しても、こういう感じで、記事中に出ています。でこのすごいコンクリートの、まあ、これですね、まあ、コンクリートで作られたものすごいものだなっていうのはこの時からも分かっていたそうなんですが、まあ、その調査ということでこれですね、まあ、今回調査を進めてきて、そのすごい硬さのコンクリートが作られているということが分かったところです。ただこれですね、ありましたように設計図は現存せずということですね。つまり作られた当時のこの技術というか、この作られた当時のことというのを残してないんでしょうか。例えばどこが作った、誰が作った、どういうふうにコンクリートを作ったか、その辺がおそらく残ってないんでしょうね。まあ、ないからこそ今回調査するということなんだと思いますが、まあ、調査をしてみたらすごいことが、コンクリートで作られていたということが分かったということだと思います。ただ、その、このままちょっと雨ざらしにしておくと、どうしても劣化が進んでしまうので、ただですね、これですね、作られたのが1927年ですね。ですよね。もう本当に90年以上経ってますから、今後も、観光としても学術的な建物を残しておくにしても何らかの形でもうちょっとこう保護というか保全というかを進めてもらいたいなというふうには思います。はい、でですね、集落園大仏はこちら東海市の観光をサイトの方がちょっと詳しく出てます。なかなかこういう感じで人当たり以外にもあるんですけど、こちらのちょっとなんかの表面こう金属かなんかで覆ってあるのかなという感じもありますが、まあ、こちらのやっぱりコンクリートだなというのは分かりますね。ちょっとところどころ継ぎ目があるような感じにもなっています。ではこんな感じですね。で、この会社ありました通り、山田才吉さんのこともちょっと、紹介しています。まあ、こんな感じで、いろいろな角度からの写真も掲載されています。この場所もありますね。まあ、名鉄の常滑線から行くとすぐ行けますよ、ということなんだそうです。はい。こんな感じですね。ですので、やっぱり、調べれば調べる、昔のものっていうのは結構、調べてみたら意外にすごかったっていうのがたまたま時々あるんですけど、まあ、今回のこの集落園大仏に関してもその一つなんでしょう。やっぱそれだけすごいっていうのは分かって、以上単にその観光的なものとして考えるだけではなく、やっぱりこの技術的なもの、近代遺産といいますか、そういったものとしてもやっぱり今後もずっと残しておいてほしいなというふうには思います。はい、こんな感じですね。はい、でこちら、今回紹介しました記事ですとか、関連サイトなどの概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひクリックして読んでいただいて、機会がありましたら東海市の集落園大仏に行って訪れてみてはいかがでしょうか。はい、
今後もこうした形で聴取などに掲載されている良いニュースや楽しみ方で皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。